る裁判風景に対する絶句。どれだけ頑張っても理解できない、がネットではない。内容はこちら。ある裁判風景に対する絶句が話題のようです。では、大クロアチア主義を達成したいクロアチア君のツイートより内容を見てみましょう。大クロアチア主義を達成したいクロアチア君。どれだけ頑張っても理解できない。これは明らかに精神異常者を装ってません。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。心神喪失状態を装い無罪を勝ち取ろうとするスタイルかな。精神異常のふりをして減刑を試みてるんじゃないの。演技だな。精神疾患とかで減刑とか無罪とか狙ってんだろ。なるほどね。完全に理解したわ。確実に演技だと思います。精神異常者を装うにも、これはやりすぎですよね。次はこちら。最高刑にトッピングで、法廷侮辱罪もお願いします。ローソンへの熱い風評被害。ローソン。ローソンは即刻訴えましょう。次はこちら。こういうことが起きたことは笑い事にできるが、この自称森の妖精は女の子監禁したんだぜ。ちゃんとした態度ってもんが必要だ。だらしねえ妖精だな。キッズの夢ぶち壊しじゃねえか。監禁されたここわかったろうな。監禁された女の子もトラウマでしょうね。次はこちら。狂人の考えなど理解できてはいけない。もし理解できたときは、それは狂人の仲間になっているときかもしれませんね。人間ってここまで落ちれるんだね。会話が噛み合ってない。もはや恐怖を感じる。いや、これはきっと意味があるのだろう。意味はないと思います。最後はこちら。裁判官が被告の気候を鵜呑みにして、間違えても無罪や減刑判決を出さないことを切に願う。日本の司法では実際あり得るので怖い。そうですよね。最近意味不明の不起訴事例が多々ありますからね。心配です。結論。この犯人は確実に精神異常者を装っていると思います。裁判官はこの森の妖精になりすました嘘つきに対し、しっかりとした厳罰を科すようお願いいたします。しかし、今の日本の司法は、明らかにおかしな判決を下す例が多々ありますからね。おかしな判決が下らないよう願うばかりです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。